日。はい、こんばんは。土曜日の素敵な夜いかがお過ごしでしょうか。クラブアクト常務取締役の雛形隆太です。イエイ。もう始まって以来初めてこんなにスタート前からみんなが話してるのは初めて見たわ。レン君の出店の話すげえ盛り上がってたの。はい、そんな感じで今日も楽しい放送をしたいと思います。皆さんちの放送を進め始まります。イエイ。35坪か、歌舞伎町やな。てかほんと早く出してほしいねん。今日巻きでちょっと出店してね、レン君。はい、そんな感じでね、今日のゲストちょっと呼びたいと思います。バーリングより、店長の巻です。はいはいっ。はい、知ってる人は知ってるかもしれんけど、もともとね、どこを見ればいいか分かんないです。あ、どこ見ればいい、そこにカメラあるから。コメント見ながらちょっと、はい、まあいいか、さっき自己紹介してもらおうか。じゃあはい、じゃあ見てる人に向けて、バーリングの店長やってますマキです。はい、はい、どんなお店ですか。普通のお店です。普通のバイ。はい、もともとちょっと後ろに下がった方がいいな、顔がでかくて。いやいや、あんま変わらない。もともとね、アクトでずっと内勤をやってくれてて、女性です。男性なのって言ってます。そう、女性で男性、まあようわからん感じになってるけど。そうやね、女の子やね。でね、アクトでずっと内勤やってくれてて、大丈夫です。全然大丈夫。多分いじられ慣れてるから。でそっからうつと同じビルのね3階でリングっていうバーを始めました。アクトって内勤いたの。内勤いっぱいおるよ。いますよ。めっちゃ汗出てますね。汗出てるね。めっちゃ汗出てます。そう、マキのお店、春さんがうちの店長。こんなちは、マキさん。こんにちは。こんなちは言うて。そう、店来てる人でも、あった人そんなおらんもんな。どんなバーですか。どんなバーですか。めちゃくちゃ普通の何も特徴がないバーです。まあ、よう喋るぐらいな。はい、うん、マキめっちゃ面白い。普通のバーハプバーハプニング、まあ、ある意味ハプニング起きるな多分な。はい。普通のバーです。コカレロ。コカレロって言うんですか。コカレロないの。まずコカレロ、最近流行りのコカレロ知らないんですよ。緑のテキーラみたいなやつ。あ、ないです。あ、そう。はい、コカレロをね、今日すぐ買ってきます。いや、ほんとね、コカレロは入れてた方がいいよ。へぇ、多分なテキーラよりなんか度数ないんじゃないかな。今度ひなくんと行きます。絶対来てください。行こう行こう。しゃべっときます。え、マジで降ったからがすぐ来る。家がとテキーラ、あ、それはあります。料金はワンドリンク500円です。え、消費税はなしです。お、安い。はい。ぼったくりじゃないよね、どう考えても。ぼったくり。めっちゃ安いやん。はい、大変じゃね、それ。大変では、大変ですね。大変やろな。大変です。大変やんな。営業時間って何時何時。一応くたびれるまでなんですけど。あ、くたびれるまでなんね。だけど、だいたい早く閉めてます。あ、そうなんや。はい、そう、だから俺もさ、いつも終わってから顔出そうと思っても終わってる時間多分もうやってないから、くたびれるの早くね。な、8時半です。くたびれるの早いです。8時半にオープンしてくたびれてんねん、俺が終わるまでに。そうです。めっちゃ早いやん。めっちゃ早いです。12時にはくたびれてます。早いな。
早いな。あ、いただきます。早いな、12時にくたびれたらもうほとんど働かへん。あ、俺でも一緒か。ちょ、見てください、めっちゃ汗かいてます。うん、めっちゃ汗かいてます。めっちゃ汗かいてるな、すごいな。何その、何その汗。緊張してるの。脂肪燃焼中です。脂肪燃焼してるの。お前、デカなったよな、ちょっと。マジっすか。気のせい、なんか気のせいです。画面越しのせいか。気のせいです。なんか昔よりデカなった気がするんだけど。画面越しのせいです。ちょっとこれハイテクじゃないっすね。早い。うん、早い。あ、閉めるのがですね、うん、修正してほしいっすね、一回。細身修正、はい、細身修正できんやろな。俺こうやって前出たらなんとかなるんじゃない。あ、そうですね、じゃあ下がるんです。距離感的に。あ、ちっちゃくなった、ちっちゃくなった。あ、そうですね。これぐらいちょうどいいっす。遠近法、遠近法使おう。朝までやればいいのに。朝までが、いいですか、昼やってるんで。あ、そうかそうか、はい、そうや、昼もやってんのか。はい。いや、全然別に 何言うとも大丈夫やから。8時半から朝まではきつない。朝までやってない。いや、でも俺全然朝まででいいと思うけどな。あーす、言うてだってさ、はい、マキも酒飲むやん。あー、飲みます。俺もめっちゃ飲むからさ、はい、俺動けるってこと。まだ動けるよ、お前も。本当ですか。うん、何そんなくたびれんの。早い。いや、昼に集中して。あ、昼集中してる、はい、昼の方が。昼何してるの。そば斜めにして座れば。どういうこと。あ、そう、くたびれるから。あ、こういう。あ、じゃあ遠近法の話か。ここの話じゃ多分もう斜めに座ればいいんじゃない。そうです。あ、ほんとだ、ちっちゃくなった。でめっちゃこれ腹筋使いますよ。腹筋めっちゃ使いますよ。明日絞れてるかもしれない。毎週出れば絞れるかもしれないですね。毎週出れば絞れる。こうやって変えて。彼氏いるんですか。いません。彼氏じゃないです、彼女ですね。そうやな、彼女。はい、あれやから、女の子好きやから。そうです。え、レズ、女の子やけど、はい、男として生きてんな。そうだから女の子が好きやねんな。そうです。そうっていう場の店長。こう言っていいですか今。え、別に何言っても。今ギラギラガールズにハマってんすよ。ん、ギラギラガールズにハマってんすよ。誰が。自分が。マジで、はい、俺行ったことないわ。マジっすか。面白いの。行きましょうよ。もう行けた行けた。知り合い全員連れてきました。ギラギラガールズって水着でいるんです、女の子。へぇー。ヒゲガールは行かないですね。ヒゲガールは何。ギラギラガール、ヒゲガールはあれです、あんとオカマ。オカマ、はい、ニューアーム。俺歌舞伎町って、歌舞伎町全然知らんねんな。いや、ギラギラガールズハマってますね今。へぇー、はい、行ってみたいな。ギラギラ3人兄弟ですけど全員連れてきました。ああ、仲いいもんな。はい。2丁目はあんま知らないんですよ。うん、この間久しぶりに2丁目行ったわ。ギラギラしてきてるんです。そうです。ギラギラしてきてます。何するの、その水着のお姉ちゃんが踊ってるのを、はい、そう、ショータイムがあるんですよ。を飲みながら見るってこと。はい、めっちゃ神々の遊びやな、なんか。そうです。行くんだ。エゴが行こうか。70人ぐらいいるんですよ、女の子。水着のお姉ちゃんが、はい、70人もおんの、はい、マジで。それはちょっと。で、おっぱいダンスなんですよ。何、おっぱいダンスって。おっぱいダンス何。おっぱいダンス。なんでお前自分の店の宣伝したの、ギラギラの宣伝したの。あ、すいません。何、おっぱいダンスって。おっぱいダンスの乳首だけ隠してるんですよ。マジで。マジで、マジで。俺こんなんさ、このさ、自分のお客さん見てる中でさ、行きたい行きたいってできひんよ。行った時は連れて行った時ですね。そうやな、マキと行ってきたって。ロボットレストランは行ったことないですね。俺も行ったことないわ。ロボットレストランはなんかもう決まってるみたいですね。なんか何がこう劇みたいな感じで。あ、そうなんや、はい、劇があるの。なんかそう、もう1時間ご飯食べて、うん、すぐもうショーが始まるみたいな。で、それ終わったら家帰るみたいな。ギラギラちょっといいな、行きたいな。いや、連れてきますよ。あの、もしこれ見てる、はい、あのホスト君、うちの店入ってくれたら漏れなくマキがギラギラガールズ連れてくる、はい、連れてきます。いや、ほんとすごいんですよ、ギラギラは。で、ギラギラを宣伝したらなんすよ。レンってお店。あ、そう、バーです、これ。ギラギラの
ギラギラのバー、系列のバーなんですよ。そこは水着のお姉ちゃんおる。そこは行ったことないです。へえ、はい、ギラギラ働いてた。マジで。この子が働いてるんですよ。働いてた。笑いってことは、これギラギラの子だったらウケますけどね。ウケるよな。相当言ってますから自分。相当言ってんの、はい、相当言ってますから今。昨日も行ってきましたけど。めっちゃハマってるやん。はい、バー閉めて行ってますからね。へえ。マックさんにもみもみされていた可能性ないです。絶対ないです。そんなことしないですから。絶対しないです。仕事しろ仕事しろ、はい、すいません。バー閉めてギラギラ。やば。へえ。そんなに好きだ。いや、狙ってる子がいるんで。あ、そうなんや、はい、キャバクラみたいな感じなのそれ。キャバクラですね。1時までだから。はい。あ、そうなんや、はい、へえ。1時までなんやってことは、じゃあ1時までに店閉めてギラギラ言ってる。そうです。お前仕事しろ。12時に閉めとかあんの。ありますあります。あ、そうなんや。お、もうほら、もうレイ君テンション上がっちゃった。いや、でも安いんですよ。あ、そうなの。はい。いくらぐらいな、まあ、予算、まあ、最低というか普通の飲んだとどんぐらいだ。普通に。お前みたいな8月ぎでシャンパンポンとかじゃなくて、はい、あの普通に飲んだ。普通に飲んだら1万5000円とかじゃないですか、1人示して、はい、ワンタイム行ったら7000円の飲み物の1000円だから。なるほどね。はい。もう全然。でもだんだん調子乗ってくるとテキーラがいっぱい出てきます。うわ、それはいらんわ。テキーラ、昨日からテキーラがいっぱい出てきました。マジで。2ヶ月間通ってますか今。あいついけると思われたらもうそうなるってこと。たぶんどうなんすかね。あそこテキーラ持ってってこいみたいな。いや、それはないと思いますけど。あ、違う、はい、違う。あ、入店厳しいんですよ。うーん、だからなんか同業とかダメだって。同業はダメ。だからもしかしたら常務が言ったらもうイケメンダメって。それはしゃあないな。そんな入店審査か俺入られへんな。イケメンダメです。イケメンダメです。イケメンダメ。イケメンダメ。え、イケメンダメ。イケメンダメ。そんなんあんの、うん、マジで。え、マジで。レン君、俺ら入られへんわ。認めた。え、そうなんって聞きました。へえ、うん。同業がダメなだけとかじゃなくて。あ、同業がダメで、うん、イケメンもうるさい。聞きました。ヒゲもダメって。マジで。ヒゲもダメ、はいはい、あ、俺なんか聞いたことあるわ。なんか昔バイトしてたスロット屋の店長がギラギラ行ったらしいの、はい、でその時になんかピアスとか。そう、ピアスもだ。男の人はピアスダメです。そう、ピアス、あと清掃じゃないとダメとか。はい、そうです。あの見た目のあれがなんかすごい厳しいみたいな。そうそうそうです。だって昔まではなんか20歳、26歳以上じゃないと入れなかったと。あ、そうそう、年齢もそう、年齢もそうやった。いや、でも今はもう20歳から入れるみたいな。そう、俺その時確かまだ25とかやって、はい、そう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 。で、26歳以上しか無理やからお前まだ入られへんわってその時に店長に言われて、うん、実際にヒゲ生やしてる人断られてるの見ましたもん。ドレスコード、ギャルの金髪、おしゃれもダメ、イケメンもダメ。誰が入るの。中年男性。そういうことやんな。へえ。なんか綺麗な感じ、まあ、普通なんかスーツちょっと着て。そうそうそうです。で、髪の毛もなんか こんな感じじゃなくて、はい、なんかお風呂上がりのドライヤーしただけの感じにして、はい、帽子かぶらんかったらワンちゃんいけるかな。いけます。でもイケメンダメって、イケメンの基準何。女の子も全然着てますね。女の子も大丈夫だ。着てます。挑発ダメやろな多分な。うん、そうなってくるとスキンヘッドもダメでしょうね。好きなとこダメ。いや、わかんないです。え、めっちゃ気になる。いや、でも一回行って、うん、常務が入れるか見たいですもん。あ、本当にいけ、まあ、なんていうか、なんかその基準っていうか。そうや、基準わからんよな。俺がだからちゃんとスーツ着て、はい、で、普通の格好してピアス外して、はい、そのままもう何事もなく普通に入ろうと思って入れるかどうかやな。うん、そうです。でも同業って見られるかもです。イケメンすぎて。いやいや、お前褒めるな。イケメンすぎて。いや、そうなんや、むずいな。女の子の身なりは、あ、女の子は普通に入れますね、なんか。へえ。影もダメ。帽子かぶってたら大丈夫ですね。え、帽子いけんの。帽子、あの、いけましたね、自分が連れて行った人。なんか、前半ギラギラの話しましたよ、はい、超宣伝してますね。ちょっと今度ギラギラの人来てくれんかな、はい、ニコ生。ここですか。いや、なんかちょっと話したいな。
じゃあうちでちょっともうちょっと使って連れてきます。まあ言うといて、あの、はい、ニコ生ちょっと宣伝してるからちょっと、はい、あの出てよって言うといて。わかりました。いやすごいな。何のお店なの？登録はキャバクラなんですけど、言い張ってのガールズバーって言ってますよ。あ、そうなんや、はい、へえ。でもめっちゃ面白いですね。とりあえずちょっと一回 CM 行きますか。はい、お願いします。いやちょっとなんかギラギラしちゃったな今。ギラギラしちゃったね。ギラギラの話で。それ後半ちょっとでもこれ絶対ギラギラの子見てたらマジウケるんですけど。いやそうやろな。はい、まあまあ後半ちょっと普通の話をちょっと、はい、しましょう。はい、一回 CM 行きます。お願いします。君たちか待つぜ。なんでうちを選んでくれたの？月給26万3ヶ月サポート。新人でも出勤7時から3ヶ月に1回旅行付き。忙しすぎて人が足りないけど明日から来れるか。はい、君たちやっぱりロビジュだな。ちょっとギラギラしすぎたんで、はい、話を何に持っていこう。もうこれ以上今日盛り上がる話題ないけど。確かにギラ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 しちゃいましたね。やばいな、うん、そうですね、そうですね。去年1年、はい、どうやったマギ？去年1年はまあでもバーとか出したんで。そうやな、はい、いろいろいいスタートが今年から切れてるかなって。いつからバー始まった？10月3日です。10月3日から始めた。ギラギラし続けてそうやな、10月から始まって、はい、3ヶ月。3ヶ月3ヶ月か。今年は？今年はどうしていくつもりだ？今年も一応両立、ちょっとバーがまだまだなんで、うん、ちょっともう少しお客さん呼んで。そうやな、はい、営業時間も伸ばして。そうやな、はい、営業時間短いのがちょっとな。そうなんですよ。俺さ、自分のお客さんでもさ、はい、マギのとこ行きたいって言ってくれてる子おるからさ、はい、終わった時間空いてればな。そうなんですね。それが例えばほら2時とか3時とかでもいいからさ、はい、1時でほらあの歌舞伎町の店は大体終わるから、はい、その時間からちょっと入れる時間にやったら全然いいと思うけどな。1時からも開けた方がいいですかね？逆に、はい、寝て1時まで、昼終わって1時まで寝て、うん、そっからずっと。だからそれでもいいと思うけど、いやでもそうやな、バー終わってから寝るのも大事だもんな。そうなんですよね。うん、ホストたち来たらその後帰らない。そうやねんな、俺も多分帰らへんって言い出すからな。長いっすもん、うん、長いからな。俺昨日本当やばくてさ、はい、昨日昼間からちょっと撮影行ってたのね、はい、ロケで、はい、で前の日、あその3日前から体調を整えようと思って、はい、あの早く帰るってヘルプで豪語してたの、いろんなお客さんに、はい、俺はもうほんと残らへんから、お前らがあの例えばバーに残ったとしても俺は絶対お前ら付き合わへんから俺は帰るからって言い張って、はい、結局3日間ともあのアクトのバー出ちゃってベロベロで、でそのまま
出勤してやったのね、うん、でその撮影の前の日にもさすがに前の日やから今日は帰るって言ったのに、うん、結局朝7時まで飲んでそっから2時間寝て10時に起きてスパッと帰りましたって言われてますよ。そう、それができひんの長いっす、ジョーンは長いよな。はい、自分内勤の時一緒に飲む時あるじゃないですか。あ、12時まで飲む時きつかったです。俺12時まで飲んだっけ一緒に。はい、焼肉屋っぽいとこで自分が潰れた時です。あー、あったな、そんなん。はい、昼。あー、あったあったあった。でも俺それありすぎてもうわからなってるからな。そうやねんな、なんかな、夜の8時まで寝てましたもん自分。あー、そう。はい、結局でも俺起きるからな。だから体壊そうよな。確かに。その撮影の日も2時間しか寝やんとさ、そのままどこやったっけ、後楽園とか秋葉、秋葉行って撮ったけど、なんかもうすごいグロッキーやったもんな。結構でもタフですね。ああ、でその2時間寝て撮影して仕事行って今日はすぐ帰ろうと思ったけど、結局昨日5時まで飲んだからな頭おかしいよな。でも調子よくなっちゃうんですよね。そう、飲んじゃうと。秋葉は俺が行きたいって、あのロケに加えてくれって無理くり連れてもらった。それって電車で移動するんですか。いや、車で移動する。 あやっぱり2月ぐらいに多分出ると思うから、またまた言うんで見てください皆さん。はーい、はーいさーっと飲んでさーっと帰るっていうのができひんねん。できないです。で、好きなんですよねお酒が、うん、絶対。俺のことめっちゃ言うけど、こいつもなんだから言うからだからそんな人間がバー始めてさっと閉めるって俺考えられへんからさ昼が大事なんですよ。あ、まあそうやな、そうなるわなでもあるもんな、はい、確かに。そっか、店の人の責任もあるのな。いやー、でもな、お酒なやめられへんねんな。やめれないですね。困ったな、ほんとな。お客さん潰れてます、いつも。うん、潰れたらどうなります？俺昨日、はい、そのアクトのバーが5時までやねんけど、はい、4時半ぐらいでもうみんなほったらかしてソファーで寝転んで寝た。寝る。あ、自分も寝るタイプです。でも昨日は多分な、本当潰れて寝たとかじゃなくて眠たすぎて寝たやと思うの寝てなかったから3日連チャンの。そうで、多分ベロベロになって潰れる時は多分俺普通にトイレで吐いて、うん、何事もなかったかのように誰も何も言うと帰る。吐いて飲めます。吐いて飲める。すごい。吐いて飲めるけど、はい、飲めるけど そんなにはいかれへんね。吐いた分だけ飲まれへんで。あー、吐いて飲める。うん、飲みすぎた時俺吐いてスッとしてホール戻るしな。おー、すごい。仕事中も吐いたら無理っすね自分。うん、そうか、吐いたらダメか。吐いたら無理だから、もう吐かないように、うん、血を吐く。あ、でも喉切るとかな、たまにあるかもな。血吐く。吐きすぎて血吐く。うん、あ、すごい。うん、それはもうここが切れてるからの血ですよ。そうそうそう、本当に血が出てるわけですよ。ほんまに血出たらほんまにヤバいやつやろ。あほんまにヤバいやつやろ確かに。酒飲んでる場合じゃないですね。吐いた分飲める。あ、すごい。うん、吐いた分は飲まれへんな吐くけどいや強いな。酒飲んじゃダメ。ヘパリーゼ効かへん。うん、俺もなんかあんま効くせえへん。すごい。あ、5分前、早いな。飲むって大変だね。いや、大変ですよ、この仕事は尊敬しますな。はい、5分前なんで、とりあえずいつも通り告知事をやっていこうかな。はい、まず、1月24カイトバースデーです。12月のナンバーワンカイト君バースデー。え、マジですか。そうやで、ね、すごい。で、赤いティッシュバースデーが27日。なんかティッシュもいろいろ考えてるらしいからな。へえ、面白くなるとは思うけど。それがティッシュだらけになるんですか。赤い、それ怖いな怖いな、片付けるのも嫌やな。なんか赤いティッシュ。はい、そしてですね、クラブアクトではね、月1システムといたしまして、まあ、バイト、出勤時間、出勤日数、出勤時の服装なりなんなり罰金もなしで自由で、バイト募集しております。じゃあマキは違うよ、マキは自分の店やってるからバイトじゃない。で、まあ、右ちょっと出てるんですけど、左下右下なのかな、どっちか分からんけど、
1月はね、紹介指名来てくれたお客さんは缶物瓶物私からサービスします。全部ですか？全部。おえぇ、ー、いきますよ。あ、じゃあ紹介指名じゃあ来てくれてこの間もね、紹介できてくれてシャンパン出してくれた人いたんですけど、やっぱこうやってね、ネット番組とかやってね、すげー飲みに来てくれる人がいるってことは本当に私は嬉しいでございます。ツイッターとかね、インスタ今 ID 出てるんですけど、やってる人おったら登録してください。いつもいろいろつぶやいてるんで。あんま俺ブログの方あんま更新せんくなったから。インスタっすよね、うん、インスタとツイッターがほとんどかな。君はやることが違うな。確かにインスタとイケメンが並びすぎてもう分からない確かにツイッターはね、本当いろいろちょっとなんか連動企画みたいなこともしたいねんけど、まだちょっと考え中なんで、今年ちょっとなんか考えてやってみます。はい、 SNS 大事です、本当に。ブログな、ブログも見てる人おらんねんな。ブログ見てます。ほんまに？はい、見てます。アクトのブログも。あ、インスタいいねしてくれてありがとう。イケメンは素敵、確かに。イケメンは素敵やと思う。見てて癒されます。うん、いや今日飲めるかな、これ。飲めます飲めます絶好調です。連日思ってんねんけど飲めちゃうからね結局いるだけでプラスってすごい。いやこれちょっと今日ほんと早く帰ろうかな、マジで。帰れません。いや今日なちょっとな、そうやな、直したいって月曜日ブログが一番好きだな。そうやな、レン君めっちゃブログ書くもんな。更新率すごいね。アメブロですか？アメブロ見ます、うん、また病気になるでな病気してへん時の方が短いんちゃうかぐらいのホスト人生やからな、これ。ギラギラか最後出てきてますよ今でも好きで聞かれてんで。好きですまだ生き続けますいや、ちょっと本当入れるかどうかちょっと一回やってみようぜ。はい、で、それまた報告します、ここで。じゃあ2回目のゲスト。2回目のゲストでギラギラ、はい、いや、ギラギラの人ちょっと話聞きたいな意外にさ、歌舞伎町っても全然そのギラギラ関係でなんか出会ったことがないから。おー、うん、連れてきて。ギラギラマジで行こう重いテンション上がってるウケる、うん、あ、残り30秒。リング、バーのリングね、うちの店の3階でやってるんで、仕事させます、ちゃんと営業してるように。ちょっとまたね、なんか機会あったらちょっとリングの話もするんで、お願いします。仕事してください、お願いします。しますではまた来週、ありがとう。すごい。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。